YouTuber への道第2弾ということで、私が利用しています動画編集ソフトと過去に利用したことのあるソフトのレビューのようなお話をしていきたいと思います。そしてタイトルにもありますように、Windows のパソコンでのお話です。で、最初に試したのがですね、Windows Movie Maker というもので、まあ後で詳しくお話するんですけども、それをずっと使っていました。で、途中でですね、なんかもっとこう、高機能なものを使っていろいろなことをやった方がいいんじゃないかと思って、いくつか手を出しました。で、まず使ったのがこちらです。はい、Google などで検索するとですね、おすすめとして上位によく出てくるんですけども、はい。これをですね、本当に1日2日ぐらい格闘してましたね。いろいろ触ってました。ですが、パソコン歴15年以上の私でも正直使いづらい、難しいなと思って投げ出してしまいました。はい。でですね、このソフト、拡張性が高いということが売りなんですよね。拡張性が高い、どういうことかというと、機能を増やすことができる。はい。どんどんプラグインというもので、まあ、追加プログラムのようなものを足していけば、いろいろなことができるようになるんですよ。ということはですね、〇〇っていうことをしたい。じゃあ、〇〇っていうプラグインを入れる必要があるとかっていう感じですね。結構いろんなものを追加で入れないといけないんですよ。まあ、それを、まあ、やっていくのが結構難しくなって、もうやめちゃったというか、諦めました。で、他にあったのがですね、こちらですね、Adobe の、はい、Photoshop とかのメーカーかな。ここが出しているものなんですけども、まあ、大きなメーカーさんなので、使いやすいかなと思って、使ってみたんですけども、これ多分使いこなせると、いろいろできるんでしょうけども、まあ、まず一個重い。はい。あと、まあ、正直、それまで無料で使っていて、これ体験版だったから無料なんですけども、まあ、期限が決まっていて、その後有料に切りがあるって感じで、まあ、お金を出してまでということでした。もう他にも何個かはやったんですけども、正直ピンとくるものがなくって、結局冒頭でお話しました、この Windows Movie Maker に戻ってきたんですよね。で、なぜこれがいいのかというと、はい、Windows 自体ずっと使ってるとですね、直感的に使える。はい、このボタンってこういう意味なんだろうなとか、はい、これって多分これができるんだろうなっていうのがすぐにわかるんですよね。なので、まあ、初心者の方でも結構使いやすいのではないかなと思います。そして、まあ、先ほどの、はい、動作が重いってなりましたけども、こちらは動作が軽いです。はい。で、あとですね、まあ、機能で言うと、必要最小限、必要最低限です。なので、戸惑いにくいです。はい。あんまりにもいろんな機能があるとね、あれどうだったっけ、あれどうだっけっていう操作が難しくなってきますよね。で、まあ、必要最小限、最低限と言っても、これぐらいのことはもちろんできます。動画を分割。はい。そして開始位置、停止位置の変更ですね。どっからスタートさせるかっていうのを変えることができます。そしてキャプション。これ文字を入れるっていうことですね。動画の下に注釈と言って、文字。この動画は何とかですっていう文字を入れることができる。ただまあ、この文字の、まあ、色とかそういう感じで言うと、他のものの方が多分、高性能なんですよ。あと、フェードイン、フェードアウトどういうことかというと、画面が暗いとこから、始まって、そしてフェードアウト、暗く終わっていくとか。あとですね、後でナレーションを入れることもできます。例えばゲームの動画を無言で撮っておいて、後で、声だけ入れるということもできます。はい。で、まぁ、今回のまとめなんですけども、まぁ、どこまで凝ったことがしたいのかということですよね。例えば、分身させたいのか、自分が分身して動いてるとこ撮りたいのか、あと、動画の上に動画をいくつも重ねる。ね、分身なんかおそらくその技術使ってると思うんですけども、そういったことは Windows Movie Maker では多分できないと思います。あと、まあ、次もちろんここも大事なんですけども、はい。ご自身のパソコンのスキルはどの程度あるのか。ね、ソフト自体高性能でも使いこなせないと結局意味がない。そして次ですね。お金を出してまで使いたいのか、それとも無料でやりたいのか。はい。で、まあ、私、いろいろ今回、まあ、今回3つしかお話ししてませんけども、まあ、体験版、あるいは無料のものは一通り試してみるのもいいのかなと思います。私、お正月に本当にね、数日間使って、いろいろ試したんですけども、結局、戻っちゃいました。Windows Movie Maker にね。で、こちらでですね、いろいろ編集した動画、こんなことができますよっていう動画を、まあ、上げようと思ってます。あと、操作方法ですね。このボタンはこういう意味ですよと。ここにこうするとこんな感じになりますよと。でですね、まあ、私このゲームのチャンネルやってるんですけども、ここに、いろいろな動画を上げています。これをご覧いただくと、あー、なるほど、ここはこんな風に編集してるのかっていうのを、まあ、YouTuber 目線だと
なるほどなるほどっていうことがわかるかと思います。さっき言ったキャプションとかね、フェードインフェードアウトなんかも、使っておりますので、まあ、ここちょっと待ちきれないよという方はこちらのゲームチャンネルの方を、まあ、一度はい、見てみてください。ということで、今回はYouTuber への道でしたけども、これ以外にも本当にこのチャンネルではいろいろな情報を配信していこうと思いますので、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。